南部大型自動拳銃。南部式大型自動拳銃は、1902年、明治35年に、南部基次郎によって開発された、日本初の自動拳銃であり、南部大拳と略して呼ばれる。海軍が、陸式拳銃という名称で採用したほか、改良を加えられたものが14年式拳銃として、陸軍に採用されている。南部基次郎が、自動拳銃の開発を始めたのは、 欧州で各種の自動拳銃が開発され始めた19世紀末であり、南部式自動拳銃の製作に成功したのは、義和団の乱直後の1902年、明治35年と仮早い時期にあたる。1904年、明治37年に、東京砲兵交渉での生産準備が、正の意、同年の日露戦争において早くも、実践使用された記録が残されている。 その後26年式拳銃を更新する拳銃として南部式自動拳銃を姿が検討され1908年明治41年の1月22日から2月5日の間に41式自動拳銃と仮称して陸軍技術審査部主体でテスされたが予算の関係上早急な装備更新はすべきでないとして採用には至らなかった補助課記である 本銃の更新は見送られ、陸軍将校に小口販売されたほか、明治末期からは太平組合などを通じて中国やタイなど海外へ輸出され、軍人以外の管理にも支給。されていた九百十九年、大正八年には陸軍内で南部式自動拳銃五百0丁を警官船、従業員にへ供給するための製作外中計画が立てられ、九百二十年、 大正9年には、南部式自動拳銃大型、小型、各5丁が、正式検討のため陸軍技術本部へ送られている。1921年、大正10年には、東京ガス電気工業株式会社より、南部基次郎、当時は、少々を、南部式自動拳銃及び3年式銃機関銃製造のため顧問として焼成したいとの依頼がなされ、南部基次郎本人が、 田中義和陸軍大臣宛に許可を願い出ている。1925年、大正14年には、中国の軍閥である孫だけより、南部式自動拳銃、大型の弾薬20から30万発の購入打診があったものの、在庫が足りずに1000発しか引き渡せない旨の記録が残されている。また、南部式自動拳銃、小型は1913年、大正2年には、 東京砲兵交渉で製造された、同弾約11万発が軍へ納品された記録が残り、第一次大戦時の賃貸出兵時には、賃貸守備軍により、陸軍省宛てに、南部式自動拳銃、小型の実報備蓄許可願いが提出されており、守備軍内に若干数の南部式自動拳銃が存在していたことが判明しているほか、 大型と同様に輸出もされている。1924年、大正13年に、大型、オッズが、海軍陸戦隊に採用され、陸式拳銃という名で、約1万丁が納入され、1925年、大正14年に陸軍が、名古屋造兵省で、大型、オッツに改良を加えたものを試し、これが14年式拳銃として採用された。1938年、 昭和13年にも南部式自動拳銃小型が現用兵器として部隊へ支給された記録が残されているほか陸軍大学校の成績優秀者に対する恩賜品としてカフされたとされる14年式拳銃に米兵が付けたジャパニーズルーガーの呼び名から南部式拳銃全般をシルエットの似たる RP08 ーーのコピーとみなす誤解が 存在するが、南部式自動拳銃及びその派生品の内部機構はいずれもルガーとは全く異なっており、当時最も完成度が高かったモーゼル軍用拳銃のプロップアップ機構をアレンジしたデザインとなっている。南部式自動拳銃は大型、甲、大型、オツ、小型の3種類が製造され、使用実法は大型が8ミリメートル南部弾。 小型が 7mm 南部弾だった、装弾数は大型8発、小型7発であり、共通して、ストライカー、激震による発火機構を持ち、重波前面にあるグリップセーフティを唯一の安全装置としている。大型、鉱はグリップ後端に、ストック、重脳、ホルスターをカネールを取り付けて、重傷として利用できる、参照。製造は、東京造兵症。 国倉造兵商、東京ガス電機工業株式会社などで行われているが、その製造数については諸説があり特定されていない。本獣は生産数が少ない上に、多くが中国の戦地へ輸出されたため減損数が少なく、海外のガンコレクターに人気のある一品であり、大型港がグランパ南部、大型オツがパパ南部、小型がベビー南部と呼ばれ、 装具やオリジナルジッも希少価値が高い。特に製造数が少ない小型は、米国拳銃市場でも希少品とされ極めて高額で取引されている。参照、ベビーナンブの実写動画。米国スタームルガー社のスタームルガー・マッキーは、ベビーナンブにデザインが告示しているが、社長のビルルガーは実際ベビーナンブのファンで、デザインのベースにしたことを認めている。 ただし構造は内蔵ハンマー式で異なる。南部式、14年式から派生した最末期の製品である。生産数は不明ながら、米国に比較的状態の良いものが残されており、北京の軍事博物館にも展示されている。14年式からの改良品だが、そのデザイン、構造には相違点が多く、14年式の非実践的なデザインの多くが改善され、 大量生産を意識した構造となっている。生産も日本本土ではなく、日本軍占領下の中国、北平、北京で行われた。北市十九式の十四年式、南部式からの主な変更点は、下記の通りである。南部式自動拳銃に、軍刀の刀身を取り付けた、変形拳銃の一種。騎兵用刀剣拳銃とも呼ばれ、アメリカ陸軍兵器博物館では、 ジャパニーズオフィサー S ソードピストルとして展示されている。この拳銃は38式機銃から44式機銃への過渡期に試作されたもので、射撃から切り合いへ素早く移行できるよう、32年式軍刀工の柄部分に南部式自動拳銃のグリップ部分を一体させている。基本となった拳銃はベビーナングとされ、 様々な改良が施されており、握りやすいようグリップが延長されたほか、グリップパネルは鋳物により製作されている。また、用心筋も存在しない。グリップの延長線上に等心が存在する。抜刀した状態で断層の交換ができる。この試作品は世に新作られたが、扱いに難があるのに加えて故障が頻発した。これは、関東大震災で消失したが、 その後研究は再開し14年式拳銃をベースにしたものが三芯作られた。こちらも実用性に疑問が残り、1929年、昭和4年に研究は中止された。試作品の中には用心鉄をサーベルの森剣のように伸ばしたものもあった。開発には南部記次郎が関わっていたとされるが、実際には定かではない。使用感に関しては、拳銃として使用するには、 刀身が斜め前方に伸びていることと、拳銃自体の重量が肩であることが合わさり、構えづらい。そのため純粋な拳銃としてよりも、敵との切り合いにおけるつばぜり合い時に、相手の胸に発砲するよう作られている。なお、拳銃と刀剣を融合させた武器は、ヨーロッパに多く、ひなわ銃の時代から、様々な国、発明家のもとで開発されてきたが、 自動拳銃を基本としたものは、世界的にも類を見ないとされる。日本においてもこの拳銃が開発される。以前の1894年、明治27年3月に、東京在住の藤原誠治により、刀剣拳銃という特許、2183号が認定されている。相談数6発のリボルバー拳銃を、軍刀の柄に組み合わせたものだが、特に量産されずに終わっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。